この映像は今日午前11時半ごろです。愛知県の東名高速道路で撮影されたものです。白い煙、そして所々で炎が確認できます。警察によりますと、今日午前11時過ぎ、音羽蒲郡インターと豊川インターの間の中央分離帯で煙が上がっていると通報がありました。またこの3時間ほど後の午後2時過ぎ、ここから北へ6キロほどの地点と南におよそ4キロの地点で同様の火事がありました。消火活動は終わっていますが、原因調査のため東名高速は現場付近で車線規制が行われていましたが、現在は解除されています。いずれの火事もけが人はいませんでした。